ゲーム業界。四人の守護女神が国を守護する。こことは異なる次元に広がる世界。女神ブラックハートが統治する国、ラステーション。女神ホワイトハートが統治する国、ルイ。女神グリーンハートが統治する国、リーンボックス。そして、女神パープルハートが統治する国、プラネテューヌ。どの国も何度となく滅亡の危機に瀕してきたが、四人の女神たちは手を取り合い、ゲーム業界を守り抜いてきた。そして、現在。四人の女神たちは、とある新作オンラインゲームのベータテスターに選ばれた。そのゲームとは、自分そっくりに作ってみたけど、これはなかなかハマってるんじゃないかな。だってカンガルーのように飛んだり跳ねたりブンブン剣を振ったり、操作は快適そのものだね。さてと、じゃあ早速自己紹介しておこうかな。私の名前はネプテューヌ。プラネテューヌっていう国の女神で、このシリーズの主人公だよ。と言っても四女神オンラインでの私は騎士見習い、女神のお仕事はお休みってことで、今日から一緒にこのゲームを始める3人と待ち合わせしてるところなんだけど、みんな窓かな。一番乗りとは思わなかったわ。ゲームだと誰も集合時間に遅れないのよね。ああ、ブランは司祭なんだ。なんだかナースっぽくて新鮮だね。ゲームは前衛職で遊ぶことが多いから、たまにはこういうのもいいと思って。ねえ、その私の衣装はどうかしら。おお、ノワールは黒騎士なんだ。もしかして聖騎士の私に対抗意識を燃やしてたりする？別にそんなんじゃないわよ。でもネトゲの立ち回りだってネプテューヌには負けないんだから。まあ皆さんもうお揃いでしたのね。もしかしてお待たせしてしまいました？ヤッホー、ゲール、みんな今来たとこだよ。その格好、なんだかエルフ感が溢れてるけど、職業は何にしたの？私は不妖術師、エンチャッターですわ。状況に応じて有利な属性をつけることができる唯一の職業なんですのよ。武器はレイピアなんだ。リアルではノワールが剣で、ベールが槍だけど入れ替わってるんだね。やはり皆さんゲームの中では結構イメチェンしていますのね。職業バランス的にもなかなかいいパーティーになりそうですわ。さてと、それじゃあ全員揃ったところでお茶の間のみんなにこの3人を紹介しちゃおうかなっと。この子はノワール、ラステーションっていう国の女神だよ。ツンデレさんだからかポッチキャラ説が流れたりするけど、現にポッチではないよね。よかったね、ノワール。なんだかんだ私のボケにはノワールのツッコミが必須なのかも。みんなもよろしくしてあげてね。さてさて、お次はブラン。雪国ルイの女神をやってるよ。読書が大好きで、普段は物静かなタイプだけど、キレると誰にも止められなくなっちゃうんだ。あとは控えめな胸のサイズを気にしている模様。ルビーの紳士たちは黙
がそれがいいって感じみたいだけどね。最後はデール、おっとりした雰囲気に反して私たち4人の中でも群を抜いた超ハイパーゲーム配信なんだよ。見ての通り圧巻サイズですごくお姉さんキャラっぽく見えるけど、なぜかこの中では唯一妹がいないんだよね。そんなベールはリーンボックスの女神なんだ。温かい5000円をよろしくどうぞ。ネプテューヌ、あなたさっきからどこに向かって話してるのよ。それにぼっちがどうとか聞こえたけど。おい、何が控えめだって。妹、今妹とおっしゃいました？気のせいだよ、気のせい。やだなもうじー、本当かしら。ほらほら、おしゃべりはこのぐらいにして早くチュートリアル終わらせちゃおうよ。おっと、あっちに看板が。あ、逃げた。待ちなさいネプテューヌ。ネプテューヌの言う通りですわね。早く今回のバトルにも触れてみたいですし、ほらほら、ブランも先に進みましょう。まったく、相変わらずね。私たち普段は国同士で競争することも多いですけれど、この世界ではみんなで仲良く楽しく遊べますわね。パーティーは運命共同体、抜け駆けはなしですわよ。私も誰かが困っている時には必ず手を差し伸べますわ。と言われても、私はむしろベールこそが一番抜け駆けしそうに思えるんだけど。私もそう思うわ。ベールのプレイスタイルについていけるかはちょっとわかんないよね。あ、私2鉄とかは無理だから、そこんとこよろしくご安心なさって。今回に限ってはガチ攻略やトップランカー狙いはいたしませんわ。純粋に新しい世界を冒険し、ネトゲ仲間を増やし、このゲームの魅力を広めていく、それこそが四女神オンライン運営からアーリーアクセス権限付き招待券を頂戴した私の責務と心得ておりますわ。驚いた。あのネトゲ廃人のベールがガチ攻略をしない。はあ、私も開いた口が塞がらないよ。まあ、のんびり遊ぶ方が仕事の息抲きになると思うし、身内で競うようなゲームでもなさそうだし、私はベールの意向を尊重するわよ。ええ、ありがとう、ノワール。というわけで肩肘張らずに楽しみましょう。今回のエピソードは今までの四女神オンラインとは舞台から違っておりますの。ここは私も初めて冒険する世界ですし、ベータテスターは私を含め全員レベル1。なんだかとっても新鮮でワクワクしますわ。あれかな、チュートリアルのイベントポイント発見。うわー、いい眺めじゃない。なんだか観光に来たような気分だわ。いよいよ新しい冒険の始まりね。さあ皆さん、四女神オンラインの新たなる地平を目指してレッツゴーですわ。おー、この
よ、ゲームスタートだね。ネトゲをちゃんと遊ぶのって久々だわ。どんなストーリーなのかしら。今回のエピソードは新しい舞台と言っていたわね。ダンジョンもベールがいつも遊んでいる四女神オンラインとは違っているの？ええ、その通りですわ。私も土地勘ゼロですけれど、それもまた楽しみにしている要素ですの。見渡す限り手つかずの世界。ああ、ゾクゾクしてしまいますわ。こういうシチュエーションが一番楽しいよね。新しい出会いもあるかもだし。私も同意見よ。新しいお友達ができるのもオンラインの醍醐味よね。私は基本的に身内で遊んでいたい派だけど、気が向いたら辻ヒールでもしてみようかしら。この先できっと他のプレイヤーさんにも会えるよね。よし、どんどん進んでいこう。あ、誰かいるよ。チュートリアルの受付さんかな。冒険者の皆様方、はじめましてです。私の名前はブーケと申します。この世界アルスガルドを守護する女神様によって皆様を導くために使わされたロイヤルガイストです。まずは一人の語り部としてこの世界のことを。あらあらあら、まあまあまあ、マギュッ。なんて可愛らしい女の子ですの。あなた私の妹になりませんこと。目の前がタイヤン、タイヤン。ちょっとベール、いきなり何してるのよ。その子鼻血吐いてるじゃない。くっ、何がタイヤン、タイヤンだ。いや、落ち着くのよ。私こんなことで動揺していてはって、ちょっと待って、 NPC なのにプレイヤーの行動に反応しているの？お気づきになりましたわね。これも私が楽しみにしていた要素の一つ。自己学習を行う高性能 AI を搭載した NPC とのコミュニケーションシステムですわ。会話 AI って言ったらプラネテューヌの得意分野だし、多分これあなたの国の技術だと思うんだけど。そうなの？よくわかんないけど、やっぱりプラネテューヌの技術は業界一ってことだね。そうかしら。他の分野ならラステーションが世界一なんだから。総合的には子供から年配まで幅広い層の国民を抱えていて、歴史もあるルビーが一番に違いないわ。まあまあ、今はリアルなんてどうでもいいではありませんの。こんな濃厚な抱擁、生まれて初めてです。恐るべし。大丈夫？もうベールったらがっつきすぎだよ。おお、だって私の理想を絵に描いたような妹がやっと目の前に現れたんですもの。はい、どうとりあえず一旦落ち着いてちょうだい。この子の話を聞いてあげましょう。気を取り直しまして、冒険者様たちにこの世界のことをお伝えします。遥か昔、何もない世界に4人の女神様が深海から降り立ちました。
女を司るホワイトハート、豊穣を司るグリーンハート、この4女神様は世界を創生しアルスガルドと名付け守護していました。大陸には世界樹リーンベルデがあり、生命の木や魔力の源樹とも呼ばれ、その根はアルスガルド全域に広がり魔力をもたらし、もしこのリーンベルデから生まれたと言われています。約1000年前に魔王ジェスターがリーンベルデの力を奪いに魔界からアルスガルドへ侵攻してきました。女神様たちは立ち向かい魔王を封印したのです。しかし限界以上の力を使った女神様たちはアルスガルドに存在をとどめることが困難となり、神器を生み出し残りの力を込めました。女神様たちはその時代のロイヤルガイスト、私のヒーヒーヒーおばあ様に、再び世界の危機が訪れた時、女神の加護を受けた者が現れるでしょう。その者に神器を渡し、私たちを呼び起こしてください。それまではあなたたちが神器を守護するのです。突撃深海にて眠りについたと言われています。私たちロイヤルガイストは代々この言い伝えを守ってきました。そして今女神様の加護を受けた者が現れたのです。そう、あなたは選ばれし者なのです。魔王ジェスター復活の兆しがある今、あなたは神器を4つ鉄球神殿の祭壇に捧げ、4女神様を起こし魔王復活を阻止する使命を伝えます。どうかこの世界をお救いください。4女神様を深海から地上へお呼びするには、選ばれし者皆様のお力と神器と呼ばれるものが必要です。神器は全部で4つ。祭壇に捧げることで4女神様の降臨が可能となるのです。困難を伴う旅路となるかもしれません。ですがこれは選ばれし者である皆様にしかできないこと、何卒よろしくお願いします。です。4女神のモデルってやっぱり私たちだよね。この世界の4女神様ってどんな感じなのかな、早く会ってみたいな。魔王討伐か、ファンタジーのお約束ね。王道って一周回ってなんだか安心するわよね。ラスボスが分かったところで、まずはどこへ行けばいいのかしら。いくつか重要そうな地名が出たけれど。はいです、この森を抜けた先に冒険者の皆様の拠点となっている町ビシュエルがありますです。その中央には女神様が祀られているカトルプリム大聖堂があり、町のシンボルにもなっています。まずはそこへ向かってくださいです。ふむふむ、このゲームの中でも極めて重要な施設のようですわね。了解いたしましたわ。いろいろ教えてくれてありがとう。見ててね、最初のダンジョンなんか余裕で突破しちゃうから。はい、ご武運をお祈りしています。です、この森は冒険者の皆様の力を試し鍛える場所、アルスガルドの歩き方を少しずつ覚えてください。です。それでは私はこれで。ああ、お待ちになってルーケちゃん、私たちまた会えますわよね。私は冒険者の皆様を導く使命を与えられた者、皆様が真に選ばれし者であれば試練の後再び大聖堂にてお会いできるはずです。
聞いて安心しましたわ。今はまだ出会ったばかり。これからじっくり親交を深めていきましょうね。お手柔らかにです。ごめんなさいね、ブーケちゃん。このお姉さんのことは全然気にしなくていいから。そろそろベールには口を閉じてもらって先へ進むとしましょうか。名残惜しいですけれど仕方がありませんわね。目指すはウィシエルの大聖堂ですわ。そんじゃ張り切って出発だよ。ブーケちゃん、また会おうね。オーバーヒートしそうです。知らないわよ。そんなこと言ってるノアールこそ私についてくれるかな。言うじゃない、ネプテューヌにはいつだって負ける気がしないわ。まあ死なない程度にきっと発達してきたらいいわ。回復は任せて。では皆さん、バトル開始ですわよ。
私も殴りに行きたいところだけど、ひとまず支援の方を頑張るわ。皆さん、準備はよろしくて。さあ、行きますわよ。平気ですよ。激しく。してから
ゆっくり街を見て回るというのもありね。順番は任せるわ。じゃあ私が決めちゃってもいい？さてどうしよっかなーと。これは掲示板ですわ。オンラインゲームには必要不可欠なものですわね。パーティーを募集したり検索したり、攻略情報を質問したり雑談したり、使い方次第でゲームの幅が大きく広がりますわ。ここで他のプレイヤーと交流ができるのね。有効に使っていきましょう。ポッチ疑惑のあるノアールも掲示板を使えば友達100人できるかもね。発言を撤回しなさい。やれやれ、ほんとノワールはネプテューヌにかかると刀なしね。あら、ブランも同じく煽り体制を身につけると吉ですわよ。毎度私を煽っているのは誰なのかしら。今までどんなネトゲで遊んでいたの？あんまりそういう話出たことがないけれど。PC 用のはあんまりやり込んでないかな。今までで一番ハマったオンラインゲームも家庭用のゲーム機向けだったしね。懐かしいな。アイテムドロップの確率が低すぎて大変だったもん。自力で拾ったレア武器をチート扱いされた思い出があるよ。そのゲームは結構前にサービスが終わっちゃったけど、続編とか4女神オンラインもちょこっとだけ遊んでるよ。普段は？私が時々遊んでいるのは有名 RPG を元にした MMO よ。優しい作りだから子供のプレイヤーも多いわ。少し前までルビーの公務が忙しくてなかなかログインできずにいたけど、それにしばらくはこっちで遊ぶと思うから。それなりに遊んではいるわけね。私もリニューアルをきっかけに始めた MMORPG があったんだけど、ここ最近ラステーションの新ハード準備で忙しくなっちゃって、前はその前身タイトルを結構遊んでいたわね。前身タイトルというとあれね。実は私もこっそり遊んでいたことがあるわ。ベールはもちろん四女神オンライン本編だよね。今上がったタイトルはどれもプレイ済みですわ。あとはワールドブレイクオンラインですわね。いいえ、だったというのが正しいでしょうか。ああ、最近サービス終了した大型タイトルのあれは嫌な事件だったわね。
メンテナンスに失敗してそのままサービス終了、さらに運営会社もなくなったとか。育てたキャラクターとかも全部なくなっちゃうんだよね。私も某ゲームが終わった時は悲しかったよ。残るのは思い出だけですわ。私あのゲームの世界観が大好きで、四女神オンラインと同じくらいハマっていましたのに。ダメですわ。この話はこれ以上いけませんわ。話を戻しましょう。皆さん、ネトゲは久々ということですわよね。わからないことがあっても私が手取り足取り教えて差し上げますから、何にも心配はいりませんわ。おお、女神スマイル。私今デールが本物の女神様に見えたよ。見えたも何も、私たちは本物の女神ですわよ。そこは言葉のあやだよ。とにかくありがとうベール、遠慮なくおんぶに抱っこさせてもらうからね。でもお座りはダメですわよ。まあハイプレイヤーのベールに手ほどきしてもらえるっていうのは純粋に心強いわね。私も当面はプレイに慣れることに専念するわ。そうそう、慣れは重要ですわね。そのうち連続96時間はプレイできる不屈の精神力が自然と身についていきますわ。今回はガチ攻略ではありませんから、もちろんプレイスタイルは不問ですけれど。ちょっと待った、96時間って丸4日じゃない。そんなゲート自然と身につくわけないでしょ。それ途中で寝落ちしたりしないの？オンラインゲームの攻略において不眠不休は基本的なスキルですし、通販で買ったドリンクさえ飲んでおけば少々のことぐらいでは。女神様は特殊な訓練を受けているから、良い子のみんなは絶対に真似しないでね。私との約束だよ。私四徹中に何度も思いましたの。ゲームの中の私こそが現実で、現実の私は仮想なのではないかと。はあ、さっきもサービス終了の話が出たけど、ベールみたいな人たちって遊んでいるネトゲ自体がなくなったらどうなっちゃうのかしら。世界の終焉を食い止めるために抗議デモを行うっていう話を聞いたことがあるわ。いやいや、異世界転生だよ。別のネトゲに引っ越すだけだよね。ああ、そんな不吉な話題はもうおやめになって。四女神オンラインは不滅ですわ。女神オンラインとは違う街並みでとっても新鮮ですわ。フィールドや街を歩いてるだけでも楽しいって思える感覚ってどんなゲームでもとっても重要だよね。あらネプテューヌ、なかなかお分かりになってるじゃありませんの。この世界の空気に浸っているだけで楽しい、だからこそどれだけ時間を費やしても惜しくない大好きなゲームになるのですわ。なるほど、こんな風に
だんだんリアルよりもこの世界の方が居心地が良くなって、ネプテューヌまで気づかぬうちにネトゲ廃人の泥沼に片足を突っ込みつつあるとかじゃないわよね。そんなことないよ。自覚症状がない分、気づいた時にはもう、私までそのうちベールみたいになっちゃうってこと？まあ、私のようになることがそんなに嫌なんですの？悲しいですわ、クス。はいはい、バレバレの嘘泣きはしないように。まあ、世界を歩くのが楽しいっていうのはなんとなくわかるわね。重要な施設よね。実戦の前に基礎をしっかりしておくとより安心だわ。ダンジョンで戦ってるうちになんとなく覚えられないかな。いざという時に戦い方がわからないなんて言っても敵は容赦してくれないんだからね。いつでも待ってるぞ。そこの黒騎士さん、アイテム買わない？あら、何を売ってくれるの？百聞は一見にしかずだ。直接あんたの目で確かめてくれよ。ここだけの話、誰もが喉から手が出るほど欲しがるものを提供してやれる自信があるぜ。誰もが喉から手が出るほど欲しいもの？ああ、おそらくはあんたが思い浮かべている通り。友達ね。友達でしょ。友達に決まってるわ。は？声をかけてくれたのに悪いけど、友情はお金で買えるようなものではないはずよ。それじゃあ私はこれで。アプローチを間違えたのかな。ここは NPC による総合ショップのようですわね。回復アイテムや装備品などを購入することができますわ。みんなはもう分かってると思うけど、装備品は買っただけじゃダメだからね。ちゃんと装備も忘れずに。いらなくなったアイテムも売ることができるから冒険の資金にしましょう。
でいいです。お買い上げありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。空気が流れていて身が引き締まる感じがするわ。司祭の私にとってはホームみたいなものね。あ、見て見て、あっちに女神像があるよ。特にパープルハートがいい感じだね。そうかしら。ブラックハートの像が一番凛としていて美しさとかっこよさを兼ね備えていると思うわ。それよりもホワイトハートの像、とても可憐にできていると思わない？これを作ったデザイナーはセンスがあるわね。あら、ルラン、グリーンハートの像もよくご覧になって。豊満で慈愛に満ちていますでしょ。おい、なんで私にだけ言うんだよ。さて、それはともかく、どうやらここが女神様を祀っている大聖堂で間違いないみたいね。選ばれし者の皆様、カトルプリム大聖堂へようこそいらっしゃいました。またお目にかかれて嬉しい限りです。私の方こそまたお会いできて嬉しいですわ。ねえブーケちゃん、ベールとブーケってなんだかとっても関連が深い感じがしませんこと？私たちやはり生き別れの姉妹なのではないかしら。むきゅ、うわ、なんだか前回よりもソフトタッチ。おっと、今回はゆりっとした感じに趣向を変えてきた。はいはい、そこまで。さっさとイベントを進めるわよ。また鼻血が出てるわ。手当てしてあげるからこっちへ来なさい。申し訳ないです。あなたが謝ることないわ。ところで、また姿を見せてくれたってことは試練はクリアってことでいいのかしら？あ、はいです。皆様こそ使命を授かりし選ばれし者と確信しましたです。この世界を救うための方法についてお話ししきれなかったことをいろいろとお伝えさせていただければと思うです。もちろん、ぜひお願い。皆様の使命は、女神様を降臨させこの世界を救うこと。そこまではお話しさせていただきましたですね。魔王を倒すために女神の力が必要なのですわよね。そういえば、女神様って勝手に降りてきてくれないの？世界の危機なんだよね。そのあたりも含めまして、女神様と魔王についてお話しさせていただきますです。女神様は本来この世界とは異なる空間、深海に存在しています。アルスガルドに存在するだけでもわずかながら力を消耗してしまうのですが、世界樹リーンヴェルデの力で心配することはありませんでした。しかし魔王との戦いで消耗しきった女神様たちはリーンヴェルデによる回復では間に合わず、深海で眠りにつくことになったのです。もう回復できているはずなのですが、魔王の呪いにより自らの力では目覚めることができないのです。眠りから解放する方法はただ一つ、女神様が残していった神器で
虹の橋を架け深海まで行くのです。四つの神器とはこの世界の秘宝、アメジストの杯、ブラックダイヤの剣、ムーンストーンのかんざし、そしてエメラルドの鏡。それぞれの神器は悪用されぬよう各地に封印しておりました。選ばれし者だけが封印を解けるようになっていたはずなのですが、強力な闇の力によって封印が破壊され、その半数は魔王の息がかかった者に奪われてしまっている状態なのです。聖騎士団と黒騎士団の連合軍で新規の調査や奪還作戦を試みているのですが、ごく普通の人間では強力な魔物に太刀打ちすることができません。というわけで4つの神器を祭壇へ捧げることで聖域と深海へのゲートが作り出され、女神様の降臨が可能となります。です。それでとりあえず分かってる分の神器ってどこのダンジョンにあるの？はい、神器のうち2つは今も封印されたままロギ山麓とイアールの森にあります。です。それなら場所が分かっている2つの神器から手をつけていきましょう。ではまずはロギ山麓から行ってみることにいたしましょう。別にどちらからでもいいけど即決だったわね。理由は？そこに山があるから。私の心がロギ山麓へ行きなさいと示しているからですわ。以上。付け加えるなら、それが普通にダンジョンの推奨レベル順でもありますので。本当にそれだけ？レア鉱石集めが体に染みついてるからじゃないの？そんなことはありませんわ。さあブーケちゃんと世界を救うため早速参りますわよ。そして神器を全て揃えた暁には女神と一緒に妹も降臨ですわ。ジュルリ、大聖堂内においてブーケちゃんが女性プレイヤーにハーハーされる事案が発生か、ごぼよみ。神器が揃ってしまったら一体どんなたゆんたゆんな目に。ガクガクブルブル、ちょっぴりドキドキ。なんというか、会話 AI に悪影響を与えていないといいんだけど。変なことはさせないから安心してちょうだい。これに懲りず何かあったら私たちに助言しに来てくれると助かるわ。はい、それではまたお会いできる日を楽しみにしています。です。妹とはまこと影帽子、こちらが追えば追うほど逃げていく。押してためなら引いてみるべきですかしら。そうですわ。ブーケちゃんにこの思いが届くよう大聖堂でお祈りしていきましょう。思いはともかく、ここの施設機能もちょっと見ていくことにしましょうか。ご加護があらんことを。
四女神オンラインをどう思う？我思う。故に我あり。どこかの哲学者はいいことを言ったものだと思うよ。NPC は AI で動いてるって話だけど、ずいぶん高性能よね。話し方も自然で違和感を全く感じないわ。オープンベータで公開されるだけあって、機能自体は完成しているのかしら。ブーケも中に人がいるような感じね。いいえ、中の人などいませんわ。ブーケちゃんはこの世界でちゃんと生きていますのよ。生きているか。確かにブーケちゃんは他の NPC に比べてパーソナル面の精度が別格って感じがするわ。前にも言ったかもしれないけど、多分これはプラネキューヌの技術。コミュニケーション系の AI はやっぱり頭一つ飛び抜けてる。昔から画面越しに両生類と会話するっていう妙な研究を各国に先駆けてやっていたわよね。四女神オンラインは4カ国共通の IP ですから、各国がそれぞれ得意な分野で技術提供をしていますのよね。ムアールが珍しく私の国を褒めているだと？勘違いしないで。私が認めてるのは一つの分野だけなんだから。ツンデレさんですわね。それにしても高度に発達した AI は人間と区別がつかないもの。ブーケちゃんのことはこれからも本当の妹だと思って接していきますわ。この話題を締めくくる言葉は本当の人間ではないかしら。